恵庭の牧場で働いていた知的障害者が賃金を支払われない経済的虐待を受けた上、恵庭市も放置したとして牧場と市に9390万円の損害賠償を求める裁判が札幌地裁で始まりました。先週恵庭で開かれた弁護団の集会です。このようなこと、到底ですよ、許されるものではありません。今回の裁判の舞台となっている恵庭市内にあった遠藤牧場です。訴えを起こしたのは、去年の夏頃までここに住み込みで働いていた知的障害のある3人の60代の男性です。3人は短い人で2003年からの18年間、長い人は1976年から45年間、牛の乳搾り、餌やりなどを行っていました。しかしその間、賃金は全く支払われなかったといいます。さらに3人の口座は、市議会議長も経験した牧場主の遠藤昭夫氏が管理していて、2003年以降の3人の障害年金のほぼ全額、合わせて5100万円も引き出されていました。また、恵庭市の担当者が2016年から17年にかけて牧場を訪問した際、3人がトイレも水道もないプレハブ小屋で生活する劣悪な環境にいることを把握していたのに、調査や道への通知をしなかったとしています。この牧場主が恵庭市の元市議会議員であり、かつ元議長でもあったことが判明しました。そして恵庭市の内部において対応に気をつけるようにとの伝達がなされたということが記録上記載されていました。遠藤氏はすでに2020年に死去。このため原告は遠藤氏の妻と息子に支払われなかった賃金や横領された障害年金を、また恵庭市には虐待を知りながら認めずに隠蔽した慰謝料など合わせて9393万円余りの損害賠償の支払いを求めています。一方、遠藤牧場に出入りし原告3人とも関わりがあったという男性は、部屋には確かに水道ないけど、部屋から出たところには共同の水事場みたいな、なんていうの、流しみたいなのもあったしね、ご主人は特に優しいしね、そんな、あの3人怒鳴りつけたりするのも見たことないし、だからそう、まあ、法的に言えばね、いろいろな、ね、給付金とか、まあ、もらってたのを管理しててどうのこうのってあるかもしれないけども、そう、私から見たら面倒見てたようにしか見えないです。今日の初弁論で3人は、牧場での処遇は明らかな人権侵害、恵庭市も法律が定める義務を果たしたとは考えられないと主張。これに対し遠藤牧場と恵庭市は訴えの棄却を求め、主張は真っ向から対立しています。具体的な審理は次回、来年1月30日以降行われることになります。